日本史の流れを100分で解説第3回です。 え、前回ね、天智天皇が大化の改新を行って、しかしその弟、天武天皇という方がですね、本来の後継者を倒して、さらにその周りについた偉い豪族たちも倒した。ね、その結果、天皇の権威がアップしてですね、で、これはもう天皇を絶対的なトップとする中央集権国家、これがね、完成に向かっていくということでした。で、彼が亡くなった後もね、妻の児藤天皇が改革を引き継いで、例えばね、中国風のすごい立派な都、藤原京というものを作ったりしましたね。今まで ではね、天皇がが変変わわるたたたびにに都都も変わってたんでですすこれは、ね、長期的に続くための都ですねそして、ついに701年、大法律令が制定されます。はい。え、律令って言葉初めて出てきましたが、これは中国の法律です。えー、これを日本風にアレンジしたんですね。まあ、つまりこれは、中国をモデルにした中央集権国家がついに日本に完成したってことなんですよ。ね、これを律令国家って言うんですが、まあ、聖徳太子以来の目標が達成されたということになりますね。 中国家とは具体的にどんな国なのか。まず、当然トップは天皇です。天皇をトップに、そして役人たちを厳しくピラミッド型にランク分けします。えー、ただしランクは能力だけで決まるんじゃなくて、家柄の要素は残ります。ね。中国は家去ってシステムがあって、試験に合格すれば一気に出世できるんですが、日本にこれは導入されなかったですね。それから日本各地は国に分けられました。これは今でいう都道府県です。で、今でいう都道府県知事は、 国士って言ったんですが、この人は、都から派遣されます。つまりですよ、ね、都で天皇が何か命令出したら、国士の力でそれが隅々まで行き渡るっていうことですよね。はい。ただしですね、県知事の下に市長さんみたいな人がいますね。これは当時、軍事って言うんですが、軍事は地元の有力者なんですね。地元の豪族の力をまあ活用はするってことですね。え、そして、 天皇をトップとする都の政府。まあ、これを朝廷と言いますが、朝廷は日本中すべての土地と人を支配します。高知公民が実現したってことですね。で、日本中すべての人を戸籍ってものに登録するんですね。えー、そしてすべての人に基本的には平等に土地を与えて、で、その代わりすべての人から平等にいろんな税を負担させるというシステムです。えー、本当にいろんな税があるんですよ。例えば稲を納めなさい。物を納めなさい。えー、ちょっと働いてもらいますとか。あと、これは全員じゃないけど、兵士として戦う。 さあ、ここで、都が平城京に移って、奈良時代が始まります。え、奈良時代の政治の特徴はですね、もちろん天皇がトップなんですが、その下で、藤原氏と皇族が権力をかなり激しく争う時代ですね。例えば、まず藤原の不妃と、 この人は中富の鎌足りの息子です。すごい能力を持ってて、あの大法律令を作ったのも彼の功績がでかいんですね。しかし彼が亡くなると、今度は皇族の長屋王って人がナンバーワンになります。めちゃくちゃ広い大豪邸に住んでたことで有名です。しかし彼はですね、藤原の夫人の息子、藤原四兄弟って言われる4人の陰謀で死んでしまいます。しかし今度はこの四兄弟も天然痘という新型ウイルスのですね、クラスター感染かもしれないですね。4人一気に死んでしまうんですね。で、今度は皇族の 後族出身者ののえー、ところでですね、せっかくさっき始まった律令国家なんですが、早くもこの辺りで問題が出てきます。えーと、まあ、律令国家、みんな平等とは言ったものの、そもそもみんなに与える土地が足りなくなっちゃうんですね。で、しかもですね、税の負担、これがま、重すぎて逃げる人が続出しちゃうんですね。もう結局、戸籍に登録されてる土地から逃げちゃえば、負担もどんどんなくなっていくわけですよ。 でどうしようかなということで、え、とりあえず土地の不足を解消するために出されたのが、根伝永年資材の方っていう有名な法律ですね。はい。これはですね、まあ、貴族とか余裕のある人が、なんかどっかから逃げ出した農民を雇って働かせて、で、新しい土地をどんどん開発していいですよ。むしろしてくださいね。もし開発したらその土地、あなたのものにしていいからね。死んでも国に返さなくていいからねってもんですね。 あれ高知公民じゃなかったんですかって感じですね。はい。まあ、と言ってもですね、こうやって開発していい土地には広さの制限もあるし、あとその土地から税はちゃんと発生するんですね。まあ、だから、貴族が好き勝手やっていいっていわけじゃないんですね。はい。ところでですね、えー、奈良時代の政治って結構むちゃくちゃなことがあります。えー、なぜかっていうと、この時代、天皇と、あと仏教、 今日の影響力が大きすすぎて結構振り回されちゃうんですよねえー、例えば聖武天皇の時代、ねえー、まぁ、あ、彼はですね、唐に留学経験のある人を起用したりしてかなり意気込んでたんですが、しかし、いきなり九州で藤原氏の反乱が起きちゃったり、あと病気が流行ったり、火事が起きたり、地震が起きたりって感じで、もう民衆がすごい苦しんじゃうんですね。これはまあしょうがないですよね。天皇のせいじゃないじゃないですか。だけど、当時の天皇は、あ、これは自分が悪いに違いないっていう風に病んでしまうんですよ。そして、はっと思いつくんですね。大きな仏が見たいと。 はい。まあ、大仏を作ろうと。あと全国にいろんなお寺を建てようと。仏教に頼るしかないってことですね。多くの金とボランティアを継ぎ込んでですね、大仏を作るわけですね。これもっと民主苦しむよって感じですね。えー、まるでオリンピックだって僕は言ってるんですよね。はい。まあ、でも民衆の中にはこの大仏様を見たらもしかしたら救われるかもしれないって、まあ、夢と希望が湧いた人もいるかもしれないですよね。まあ、そういう意味でもオリンピックっぽいなって思うんですよね。 えー、さらにその後、今度は藤原の中丸という人の時代ですが、えー、すでにですね、一回天皇の位を譲っていた、後見上皇というおば様がいるんですが、すこの方がですね、急に、道教とかいうただのお坊さんをですね、出世させようと押しまくるんですね。なんか自分の病気を治してくれたらしいんですが、で、当時は天皇と上皇の上下関係って決まってなかったんで、かなり混乱が起きちゃうんですね。で、結局、後見上皇がもう一度天皇に即位して名前も変わるんですね。まあ、このあたりややこしいですね。えー、そしてついにですね、道教を 天皇にするといいって神様が言ってるらしいわよとか言い出してですねこれはもう天皇の血が途絶えるピンチになったんですよねえしかしですね結局神社に神様の声を聞きに行った和家の清丸という人がいや神様そんなこと言ってませんでしたとか馬鹿正直に言ってで天皇にお前空気呼べやってね切れられて島流しにされたんですけどまあ日本のピンチは守られたってことですね嘘みたいな本当の話ですまあそれだけこの時代は天皇と仏教に振り回されたということでした はい。まあ、ともあれですね、いろんな問題点出てきました。ね、律令効果がうまくいかないとか、仏教の力が強くなりすぎてるとか、こういった状況をね、何度か立て直してやろうという意欲ある天皇が現れます。それが、関武天皇ですね。はい。まあ、この方、血統的にもこれまでとは結構違う系統の天皇なんですが、まず肖像画を見てもかなり偉そうですよね。え、まあ、偉いんですけど、え、まあ、この方は中国の皇帝のような強い天皇を目指すんですね。 えまずですね、いろいろ政治に口を出してくる仏教のお坊さんがうざいんで、ここから遠ざかるために、都を移してしまおうってことですね。まあ、他にもいろいろ理由はあるんですけどね。でしかもこの方、都を移そうとして一回失敗してるんですが、えー、まだ諦めず、次こそは平和な都というメッセージを込めて、平安京という名前を名付けて、戦としたら成功したんですね。だから平安京って、もともとは全然第一候補じゃなかったんですけど、その割に1000年も続くことになるんですね。まあ、名前が良かったんでしょうかね。 はい。さらにですね、この方強い天皇ですから、日本の領土も広げてやろうってことで、東北地方に遠征します。ね。え、東北にはね、まだ朝廷に従わない、えみしって言われる人たちがいたんですね。で、この時活躍した将軍が坂の上、おじゃる丸じゃなくて、田村丸ですね。はい。え、ただ、この天皇はですね、いろんなことをやりすぎて、え、ちょっともう民衆の負担が重くなりすぎてますって部下に言われたんですね。そしたら、素直に中断するんですよね。まあ、そういうバランス感覚はある方だったんですね。まあ、他にもいろいろ、まあ、律令制度がですね、え、時代が が変わって合わなくなってきた部分、それをうまく修正しようと頑張りました。 はい、えー。続いては、三年だけ、平成天皇という方の時代。で、病気になっちゃったんで、佐賀天皇の時代になります。しかし、ここで、平成天皇の病気が治って、で、この方ね、もう一回天皇になってやるとかね、えー、ついでに自分と名前が同じな、平城京に都を戻してやるとか言って、まあ、鎮圧されちゃうんですね。はい。まあ、これ、天皇を悪者にしないために、側近のクスコって人の変ってことになってるんですけどね。で、佐賀天皇も、これ、鎮圧したはしたけど、やべえってなって、いろいろ改革を始めます。例えば、京都専用の警察である っっていうものを作ったりするんで、すねで。さらにですね、まあ、天皇の機密事項が敵にバレちゃうとやばいので、ここはもう絶対に天皇が信頼できる人をおそばに置こうってことになって、まあ、クロードの塔っていう秘書役ですね。まあ、こういう役職を作ったと。で、その一人がですね、藤原の冬継という人ですね。まあ、この人の子孫があの映画を極めていく藤原北慶になるわけですね。 で、あとはですね、この佐賀天皇も武天皇と同じで、中国風にすごい憧れを持ったんですよね。まあ、当時の中国、唐はもう衰退が始まってるんですけど、まあ、ちょっと前まで唐ってめちゃくちゃすごかったですからね。で、なので、貴族たちもですね、みんなちゃんと中国風の勉強をしろよと、中国語で詩が書けない奴は出世させないからな、みたいになっちゃって、で、仕方ないんで、貴族たちは、自分の一族専用の予備校みたいなものをどんどんオープンしていくんですね。で逆に、ま、あ日本語による文学とかこの頃流行らなかったんで、まあ、文化的に 国風暗黒時代なんて言ったりもするんですね。 さあ、しかし、この個性の強い天皇が二人続いたところで主役が交代します。え、あの、佐賀天皇の秘書官としてね、抜擢を受けたのが、藤原の冬継という方でしたが、その子、吉久が活躍します。彼はね、なかなか腹黒い男ですね。まあ、藤原氏らしい男なんですが、えー、こっから先ね、もう藤原氏はいろんな陰謀がお家芸になってきます。えー、彼はですね、え、当時の皇太子をうまいこと廃止して、で、代わりに自分の甥いっ子をですね、皇太子にすることに成功するんですね。で、さらにですね、友の義尾っていう ライバルのの貴族ががいいたんですすす彼を放放火の犯人とととうここににしして追放することにも成功しますそして彼はついに摂政に就任します。はい。摂政ってね、まあ、かつて聖徳太子もなった役職ですが、まあ、天皇が女性だったり幼かったりするときに代理を務める役職ですね。しかし、吉草は別に皇族でもないのになるってすごいんです。これは初の階級なんですね。なぜ慣れたのかまあ、それは次回説明します。まあ、とにかくですね、今度はその息子、養子の藤原の元常という人、この人は今度はですね、もう、 50歳で自分は天皇になれると思ってなかった人を天皇にさしてあげます。そしたらめちゃめちゃ感謝されてで、この方も男性の大人なのに代理を任されるんです。これが関白という役職で、この時史上初になります。ね、関白の方が摂政よりさらにすごいですよね。だって代理いらないのに任命されるわけですからね。はい。ということで、まあ、藤原氏の時代が見えてきたなってところで、また次回。